ハイレベルなスキルと高い倫理観を持つ建築技術者の育成を通じ安心安全な社会づくりに貢献する総合資格学院では2つの取り組みを通じ企業の社会的責任 CSR を全うするべく活動しております。まず第一ににお客様に対しては 洋質な教育サービスの提供を通じ高いスキルと倫理観を併せ持つ技術者として成長していただくこと第二に地域社会に対しては主に学生や若者を対象に建築の魅力及び重要性を啓蒙するための支援活動を行うことまずは一つ目良質な教育サービスの提供 私たち総合資格学院は建築士をはじめとした国家資格を得るための日本有数の資格学校として高い評価と地位を確立ししてきました近年の建築士試験の状況を見ると受験者数は減少しているにもかかわらず試験問題は難化する傾向が見て取れます。しし、しかしそうした試験状況においても 定期的に開催する講師研修によって、高いスキルを維持する講師陣によるライブ講義。2. 毎年最新の法令を反映させた法令集等、試験内容の変化に的確に対応した教材、これらに代表される高度な講習システムによって、当学院は変わらずに高い合格実績を上げ続けております。こうした実績と貢献により、 総合資格学院は多くの企業、学校、建設業界の皆様から厚いご信頼をいただいております各試験に合格された皆様、本当におめでとうございます社会のために自分はどんな役に立つことができるだろうかと、えー、いうことを考えてそれをどうやったら建築の表現にしていただけるか そうして築き上げてきた信頼とつながりをもとに総合資格学院の第2の取り組みとして地域社会に対する支援活動を行っています学生イベント支援総合資格学院では次世代の建設業界を担う若者たちを応援すべき様々な設計店や建築系イベントの開催支援活動を行っています特に設計店はこれまでの学生生活の集大成として また、自らの力量を試す場として多くの学生が全勢力を傾けて取り組む非常に重要なイベントですその他にもさまざまなイベントへの支援活動を通じ優秀な若者たちに多くの学びの場を提供しています情報支援当学院では建築を専攻する学生のために 学生向けの建築情報誌アルキテクトンをはじめさまざまな情報を無償で提供していますまた建築業界の専門情報誌「建築知識」では社長の騎士と業界トップの人物たちとの対談を長くにわたって掲載建築の未来について貴重な対話を行っています就職支援 総合資格学院では建設業界を志望する学生の方々に不意の残らない選択をしていただくためにまた企業と学生の皆様のミスマッチを防ぐためにさまざまな支援活動を行っております。 総合資格学院はこれからもこれらの活動に継続的に取り組むことにより企業の社会的責任 CSR を圧倒し次世代の建設業の発展と建築文化振興のための基盤づくりに貢献してまいります。 トークセッション開始まであと5分を切りましたお席に座ってもうしばらくお待ちください Thank you お待たせいたしましたそれではただいまよりトークセッションを開始いたしますトークセッションでは記念講演に引き続きまして山名先生、海島先生、真野先生に20世紀のリビングヘリテージというテーマで議論を展開していただきますモデレーターは武蔵野大学専任講師松田達建築設計事務所代表松田達先生です 松田先生よろしくお願いいたしますはいそうしましたら、えー、と後半戦のですねトークセッションの方に入っていきたいと思います えと司会をさせていただきますす松田ですあの、えー、お三方からの非常に密度の濃いレクチャーを前半でいただきましてあのこれだけそのリビングヘリテージというあのテーマのもとに、えー、多様なあの話をしていただいて、えーまあ、それをこれからは、えー、少し絡み合っていけるような 内容にしていちょっと最初にですねリビングヘリテージという言葉これは会場でもですね初めて聞かれた今回聞いて初めて知ったぞという方もいるんじゃないかと思いますけども実は私の方も本当に直前になるまであんまり知らずにいて。 で実はこれはですね塚本先生とも一緒にあの、まあ、今年の,そのテーマをどういうふうにするのかと学生と一緒に語り合いながら話をしていたところで実は言うと山田先生のホームページでリビングヘリテージという言葉があったことからそういえばこのリビングヘリテージって大事じゃないのかと。 いうところでどんどん話が発展していって、えーまあ、今回のテーマになったと,で、えー、と私の方でもちょっとあの先ほど山野先生の方からありましたけども調べてみてちょっと驚いたのが、えー、と正式に使われたのがさっきの「マドリッド・ドキュメント」というところですかねでそれは2011年なので非常に新しい言葉。 だと思いますで新しい言葉なんですけれども、えー、もしかしたら今日のお話すべてそれから歴史的空間,空間再編コンペでやってきたことがやっぱり全体としてリビングヘリテージという言葉でどんどんつながっていくすごくあの役に立つ有用な言葉だなという認識を受けました。でえー、っとちょっと前半戦のおさらいですけれども、 あの山名先生からは、ですね、えー、国立西洋美術館をめぐって、えー、まずあのコルブジェがです、ね、その無限成長美術館のまあ延長として、えー、国立西洋美術館を設計したという話をいただきまして、それからそのヘイリテージの語源に遡って、えー、その遺産とは何かという受け取り側が実は大事なんだと。 というお話をしていただきまして、でそのここからそのマドリッドドキュメントというイコモスの中で、どうやってそのあのこのリビングヘリテージと概念が定義されてきたかというお話をしていただきました。でえっと、最後の方で,です、ね、そのオーセンティシティに対してインテグリティという概念が実は重要なんだというお話がありましたけれども、こ,れこのインテグリティというあのキーワードが 非常に重要かなとで。私の中でも全部理解しているわけではないので、えー、この言葉を巡ってあとでいろいろ話を聞いてみたいかなと思っています。で特にあの、えー、と私の方でちょっと疑問に思ったのはイコモスの中でインテグリティじゃあオーセテンティシティじゃなくてインテグリティ、まあ、完全性と訳されてましたけども本当に完全性というとなんかすごい簡単 違う言葉がちょっと思いつくような気がするのでちょっとこの概念に対してもうちょっと詳しく知りたいなとあとそのインテグリティがあるかどうかというのはじゃあ誰がどうやって判断するのかというのが気になっていてもしかしたらそのインテグリティそを選別するため識別するためのサブ概念みたいなものがないかどうかとその辺りもちょっと気になったのであとでお話し聞かせていただければと思っています。 それから貝、ね、島先生の方からは、その小鹿半島の漁師学校の話をしていただきましたが、あの最初の方にです、ね、本を3冊紹介していただきまして、いずれもその日常を外から見ることによって見えてくる新しいものって、そういう話があったと思うんですね。でその話が実はその後半の,その小鹿半島全体の話につながっていて、小鹿半島を外からこう見る視線で、現地の人ではなかなかできないその漁師学校を立ち上げて、最初、モデルウハウスを立ち上げて、 で漁師学校を作られてでそれから今度はあの道に注目してトレイ,トレイルという、まあ、歩いていくその通路からですね、えー、じゃあそこから考えていくとそのキャンプ場が、えー、を作るというそういう解決に至ってで、まあ、あのコテージを作られていったとでそういうあの実践の話をしていただきました。 で海島先生にはちょっとあで個人的にお聞きしたいのは多分、先ほどの山名先生の中でお話ありましたインテグリティっていうのが多分お、小鹿半島を見られる中で小鹿半島のインテグリティみたいなものがもしかしたらあったんじゃないかなと思うんですねでそういうお話をちょっとお聞きしたいなというふうに思いました。 それから、真野先生の方からの、ね、最初にお題で建築と都市計画、もしくは建築とちづくりというから始まって、3つの、まあ、正確にはもしかしたら4つのスタディケーススタディをお話しいただきまして、道順会青山と、それから向島の木密住宅地域、それから、尾道ですね、尾道の空き家再生プロジェクト。 それから4つ目として高岡の旧市街の再構築とこの4つのちづくりの話を通していかにその現地で空き家とかを回収しながら新しい街を再構成して作っていくかという話をされていたと思うんですけれどもこの中で最後にあのローカルアセンブルという言葉が出てきました。 まあ、あの地域の中でアセンブル何かをこう集合するっていうことでもしかしたらこのローカルアセンブルという言葉は先ほどのインテグレートあインテグリティですねごめんなさいインテグリティと非常に似たような概念なんじゃないかなということも、えー、思いましたでえー、っとあの真野、ま、先生にちょっとお聞きしたいのは、まあ、もしかしてこのインテグリティとローカルアセンブルは 似ているような気もするんですけど、なんとなくあの違う言葉のような、あの多分地域に入られて何かをこう、収出していくということと、まあ、インテグリティの、もし違いみたいなものがあったらあの、教えていただきたいなと思いました。で、えっ、ー、と、時間が1時間と限られているということですので、えー、早速、先生方に少しお話を聞いていきたいと思うんですけれども、あのまず、えっ、ー、と、一人、一方ずつ、山名先生の方から、あの もしよろしければ、先ほどの、えー、インテグリティの、ごめんなさい、えー、ほですね、えーっと、インテグリティという概念が、あのどういうふうに、えー、ごめんなさい、ちょっと、あのあはい、すみません、<laughs> えっとですね、はい、あ、そうですね、あのサブ概念みたいなのがあるかどうかというお話が。 インテテグリティをどうやって判断するんだろうというのは、あの個人的に聞きたいところです、それと、貝島先生あの先生のお話を聞かれて、えー、何かコメントなどありましたら、えー、お願いできればと思いますはい、えー、っと、まあ、最初からあんまり、えー、抽象的な話をしだすと、だんだんわけわかんなくなっていっちゃうと思うんですが、えー、っとですね、そのインテグリティのサブ概念があるかどうか。 えー、それ自体はもう多様なんですね、で、多様性がどこにあるかっていうと、えー、最初から話しているような、受け取り側にあるということですね、要するに、受け取り側がいろんな、まあ、あ先ほど来、いろんなマ野さんやジマさんから話ありましたけれども、何かしら受け取って、これが大事だと思うから、次に残そう、あるいは自分たちと一緒に生きていこうということになるわけですよね。 でその中で一番重要なのは、えーと、透明性というか、分かりやすくすること、えー、その分かりやすくすることによって、信憑性を確保すると、えー、それが、えー、と20世紀の文化遺産の委員会の中で、えー、リビングヘリテージとか、インテグリティという概念を使いながら議論していたときの一番重要なキーポイントです。 えーっともっと下世話な話をするとですね、えー、コルビジェの世界遺産をや議論しているときに一時期危うかったのが国立西洋美術館ですでこれは、えー、っと国立西洋美術館っていうのは竣工時から非常に変わってます変わってるんだけど変わってないとこもあるわけです で変わらないことというのが文化財とかの,おこの何でしたっけ歴史的空間もそうですけど、えー、文化遺産というのにとって重要なのかというところから議論が始まったわけですね。で私があの文化庁の職員と一緒に行ってましたので、えー、そこで横から言われていたのは山田さんあの国益にそぐわないことはやらないでくれと。 ということを随分言わわれたわけです要するに私が変なことを言って国立西洋美術館だけ落ちてしまうようなことがあるとその担当者が私を放牧してたってことになりますので、えー、ダメだと。<laughs> えと綱をつけられてたわけなんですがでそこでちょうどその20世紀以会の副委員長やってたので変わり得ることが、えー、重要だとだけど何かしらのまだあその時発見してなかったんですけれども おその文化遺産としての価値の相対が、えー、持続可能であることお将来に対して渡し得るものにすることでそれが非常に透明性を持って分かりやすくうされていること逆に言えばですね、えー、とコルビジュが設計図書いてでコルビジュが設計図書いたもの基本設計だけですねでそれを お日本の弟子の坂倉と前川と吉坂が実施図面を書いてそれで現場管理をその3人でやって出来上がっていったわけですねでそれ自体も二十世紀的な概念だと要は、えー、現場にですね張り付いてずっとですねやるっていうのが建築家の仕事ではないとある種の理念をですね示してでこの価値をどういうふうに体現化していくのかっていうことがあ二十世紀的な建築家なわけですね。 どんな国際的な建築家も、毎日現場に行って、ここはこうしろと、釘はどう打てとかっていうことを言わないわけです。ですので、えー、世界遺産にするときにです、ね、非常に、えー、ある意味、楽だったのは、コルビジェが理念的に示した図面がある程度、簡潔にまとまってたということですね。それを守っていけばいいわけです。で、それだけじゃだめなんですね。で、文化遺産になるためには、その最初の指示書みたいな、指令書みたいなのが、 その50年ぐらいの歳月をかけて我々がどういうふうに受け止めてきて何が残ってきたのかっていうことを示すことなんですね。でその議論の中で、えー、実は文化庁の方に国立近現代建築資料館っていうのを作ってもらいましてで建築資料っていうもののドキュメンテーションが非常に重要だと。でこれから20世紀の文化財をやっていくときにはそういったドキュメントをしながらやっていくということで先ほどの真野さんの 同順化の話もそうでしたけれども何かしらのです、ね、文化遺産的なものが物理的になくなっても、えー、他の方法で物的に残ってると人々の記憶の中,中に残っているものだけではですねだめなんですねですから重要な点は、えー、物理的なもので残すこととそれと貝島さんのプレゼンテーションで一つ非常に印象的だったのはやはり伝承ですよね。 人々はどういうふうに受け止めて、それをどういうふうに伝承するのか、次の世代に伝承するのか、それを書き留めたりするわけです、書き留めた時点でそれは物理的に残っていきますけれども、そういった伝承の中で受け取ったものっていうのが、だん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 こう醸成されていくっていうのが、あ文化遺産の中で非常に重要かなといいう気がいたします、えー、ありがとうございました。あの透明性性とか、えー、持続可能性である かそれから簡潔であること、それから伝承、まあ、伝承可能性というんですかね、なんかそういうこともできると、伝承ができるということが重要であると。 えー、ありがとうございますあのこのインテグリティという概念、えー、実はちょっと先ほど裏でもお話題になったんですけども、あの言葉として、えーとインテグ、インテグリティとかいう言葉だと、われわれは数学で積分、インテグレーションとかありましたけども、なんかこう積み重ねてまとめる、統合するとか、あのそういうふうに訳せば、統合性とか、あの完全性ってありましたけども、どう,どういうふうに訳せばはいよろしいんでしょうか。 インテグリティっという概念自体は私もよく分かっていないんです、実はで、えーっと。なんとなくこうだろうなということを、金傍のいろんなところで使われ方によって判断しているところがあるんですけれども、えーっと、一つはです、ね、その何かしらの信憑性が保てるということですねで、えーっと。透明性である、要するに信頼できる。 えーとあの彼はインテグリティを持っているみたいな言い方をするのは、えーと、英語で表現しますけれども、それは彼は信頼のできる人間だというようなことなんですね。ですから、えー、とオーセンティックっていうのは本物だということですね。だけど、彼はずっと信頼できるよと、要するになんていうのかな、リビング的な、こう、生き続けてるっていうところがあるわけです。もともと、先ほど、えー、とどっちで話したか忘れましたが、 えと生態系、要するに自然遺産で使っている言葉なので、自然遺産が、自然遺産の世界遺産の価値基準の判断というのは、オーセンティシティではなくてインテグリティなんですね、インテグリティというのは、生態系が非常に信憑性がある生態系がずっと残っているから、今後もその信憑性を確保できていきますよというようなことですね。 ちょっと難しいインテグリティという概念、えー、少しは、あの少しかなり噛み砕いて話をしていただきましたで、えーとあの、海島先生にちょっとお聞きしたいんですけれども、小鹿半島での,あの実践、大変興味深くお伺いしました、でえー、とあのインテグリティっというって初めて聞かれましたか、今日あのさっきもでもあのや、後ろの部屋でちょっと話をしてたんですけど。はい あのでももしかしたらそれはちょっと使い方が違うのかもしれないんですがあの、まあ、今スイスとかで教えてたりあの議論をしてるとよくインテグ今のインテグレーションとかインテグリーとかそういうよく使うんですね。それでただなんか今日聞いてると山田さんが使ってるのはちょっとその意味とは違うんだろうなと思っていて。 ただなんかこう何だな感覚的に理解してるのはそのいろんな問題をこう、まあ、統合するっていうのでよく使っていた言葉だったのでなんかこう先ほどおっしゃってたみたいに何か受け取ってさらにそれをこう、まあ、つなげるみたいなことで言って。 ている意味なのか、まあ、それが結果的にだから受け取るっていうことに当然信憑性がないと受け取れないからなんかそういう意味なのかなみたいなことをちょっとなんか自分なりに理解してたんですけど、まあ、あのさっきのそれをちょっとオシカ半島のケースで言うと漁師会議っていうのがあはなんかすごい、まあ、これはあのいろんなその村の会議で。 あのそれこそ先ほどの「忘れられた日本人」の中でもなんか会議のやり方って書いてあるところもあるんですけれど <laughs> あの領主会議も同じで何かこうですかっでうとそれでんか3人ぐらいが同時にしゃべっていてまあみんな声が大きいのでなんかお互いにこう声を制していくような感じでしゃべり始めるんですけどなんか最終的にそれでこうずっともう 出来上がっていくと、最後なんか突然パタ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 っつって一個に意見がまとまるんです、ね。うん、それでなんかすごい面白い会議のやり方だなと思って。だから一瞬なんかこう喧嘩してるのかと思うんですけど、なんかこう？パタパタパタっとこうまとまるのがなんかでそれをなんか色々聞いたらやっぱり船の上ってあのー、船でこうまあ、腹を割って離さなきゃいけないんで。 なんか船の上っていうのはとにかくあのみんな立場が一応そのまあ漁業長さんとかまあ実際の仕事ではこうあるみたいなんですけど話はなんかやっぱ同時にしていかなきゃいけないらしいんですねだからまあそういうのの多分なんか傾向というかそれが現れてるのかもしれないんですけれどもまあそういうふうにこうパタパタッと決まるような,なんか話し合いの仕方でであ,ある時なんか腑に落ちるんですよ。だかからそのこう私もなんかこう まちづくりでこうやってて大学の立場としてはこういうのどうですかああいうのですかとか例えば学生たちに例えば漁師学校の企画書をいっぱい作ってもらってなんか発表してもらうんですでそうするとなんかわーっと「いやそれはそんなことできないよ」とか「あんなことできるよ」とか「わ」っと言われるんだけど最後なんかパタパタパタってこう決まるんですよね。 すするのがすごいい面白いなと思ってでそれでだん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 もちろん提案してポシャってる案もまたこう復活させたりいろいろしてこうあるんですけれどもでもいいと思ってもその時なんかちょうどタイミングが悪いいとやらないんですね、まあ、そういうなんかすごくこう具体的な,なんていうかその場でやる優先順位みたいなのが漁師さんたちっていうのはすごい明快でなんかそこはあの私も話してて気持ちがいいそういなんかなんていうか現実主義的っていうのかな <laughs>。 なんかそういういあんまり気を回さないで現実主義的なところがあってそこはなんか自分でやっててすごく面白かったですねでなんかだからまあそのあそうですねインテグリティの話をして、まあ、最終的にその鹿半島でやってることがインテグリティになってるかどうかって言われるとちょっと分からないんですけどまあでもなんかある種のこう合議性の中で。 こう進んできて,いてなんか問題があるとみんなから電話とかいろんなところから誰々が何々言ってたよみたいな話がこうバーッと回ってくるのでそれをこう火を消して回るみたいなものをよくやるんですけれど、まあ、そこでもやっぱりその話が出るとやっぱりじゃあそれをまた問題だって言ってくれてることは逆にいいことでその問題を必ずその次の問題にまたこう持っていってその内容を深めるっていうのをこうひたすらこうやると。だからただ火を消すんじゃなくて もう一回こう還元するっていうのをやりながらこう船に乗ってる感じなんですよね。 あのなんか先ほど、えー、こう4棟のコテージが上からこう順番に高さの違うところにこうだんだん建てられていてでそれも実はもともと漁師の町が持ってたあの知恵みたいな話があったと思うんですけれども例えばそういうものも何ていうかあのそういう住み方みたいなあるいはその暮らし方とか、えー、そういうものはおジカ半島に見る、えー、インテグリティとか統合性とかそういうふうに読み込んでもよいんでしょうかまあ実際あの そうですね伝統的なものをやってきたとか伝統的なところでこう小屋っていうのは常にああいう農村部だとか漁村部では、まあ、屋外空間でやってたことがもうちょっとこう定着した形として大体こう実現されるんですけれどもあの今最初のコテージ2棟はあの最初提案した時は宿泊所としてあの考えたんですけど。 こ,こからら先はおそらくです、ね、なんか次こういうものをやったらいいんじゃないかって今風呂小屋をなんかベッドで建てようかとかいう話をしてたりとかあとはなんか次じゃあ薪割り小屋でもいいかもしれないなから薪を干したりするための小屋を建てようかとか,、まあ、なんか少しずつもうちょっとこう多分あの,そのあの場所を活用したり,そこのやっぱりとか建物を建てて終わりじゃなくて使ったり建てる過程をこう勉学びの場にしたりとかっていうようなことで。 まあ空間化しているので、まあ、そういうそのあの地域に必要なものをまあつ学びながら作っていくっていうようなやり方にまあ今後なっていくと思います。まあ、そういう意味ではだから小屋っていうのは結構小さくて、しかも。まあ、今回あの学生たちとみんなで建てたんですけれども、もまあ、一般市民とか学生の人があの。 学びながら建てらてれるので、まあ、先ほど、真野先生があの改修の事例をたくさん見せてくださいましたけど、まあ、今、改修なんかもやっぱり自分たちが携わる建築に携われるというかまあ一般市民の方だったり、まあ、ボランティアの方が携われるというその建物と人との関係を作るまあ一つの仕組みだと思うんですけれども、まあ、小屋なんかも多分そういう役割は持っていると思いますあ,ありがとうございます。 街の人がこう入っていって自分たちで学んで理解しながらプロジェクトに参加することでなんかそういう統合性みたいなものが生まれるのかなという気もしましたで続いてあの間野先生にもお伺いしたいんですけどもあの最後えと高岡の話で高岡の街がこうやっぱりえその個別の地区がこうバラバラとこう分散していてなかなかこう全体をつなぐことが街の全体性をつくっていくことが 難しいことから逆にそのさっきの最後ローカルアセンブルっていう言葉ですね、えー、これ訳すとどうなるんでしょうかちょっとあのもしよければ概念とともにあとインテグ,ンテグリティとのなんか違いみたいなものがありましたらそのあたりも教えていただきたいなと思ったんですけれどもはいえっとそうですねあの高岡の話でいつも思うのがですねその古いものが そそっっくりそのままこう市街地として残って残んですよだけどほとんど今自分より若い世代っていうのはそこに住んでなくてだからこう自分の町っていうのがこう歴史都市に住んでるっていう実感がないからこう運動が起きないっていうか、まあ、よその人がそれはこう他の日本の町にはないくらいのいい 古いもののがそそっっくりそのまま残ってる珍しい街ですよって言ってもっ自分たちはそうじゃないところに住んでいてだからそういうずれてる感じというか,だからそういう歴史都市をまあ認定するみたいなものでもこう解けないようなその生活感覚というかそういうのが今の地方の小さな都市では起きていて尾道の場合はかろうじてそういうのをこう見つけるこう 地域の人やそのそこに集まってきた人がいるので、こう反転するような動きになってきてはいると思うんですね。なので、私がそのアセンブルってどうしてアセンブルにこだわってるかっていうと、そのバラバラになっているものをなんか誰かが新しい価値を見出さないと組み立てられないので、ただまとめたりこう処理したりなんかこうねよく拠点的再編とか。 なんかすぐまあ徳省用語で言うとですねそういうなんかコンパクトなんとかとかっていうんだけどそんなにその物的にまとめるだけでは意味がないのでやっぱそこに新しい価値づけなりをもう一回見いださないことには組み立てることもできないんじゃないかなっていうふうに思ってまして先ほどの私あの海島先生の「あの桃の浦の」での振る舞いっていうのは非常に理解できたんですけどなぜできたかっていうとその 高台移転ですとかそういう本業のこう再開っていうものにまあそこにこう寄与しようと思っていてでそのためにはいろいろこう学ばなきゃいけないんだけどその学びを使うとその次に何ができるかっていうことが、まあ、関係としてもできてるし学びとしてもできていてそうするとその移転したあと以外のこの、ま、この 環境っていうんですか、そういうものを新しい意味を持たせる場所を作んなきゃいけないっていうことになって、まあ、被災地なんか特にそうなっていて、私も中心街の方に関わっていたんですけど、やっぱりみんなあの,あの飲食店とかは、やっぱり飲食店を再開するっていうのが最初にあるんですよ。だけど次の時に、じゃあ残った空き地とか場所で、どういう場所をその街の中に作りますかっていう第二段階目のことを、 まあ第一段階がそうなった時に次考えましょうっていうのをまあ早くから仕掛けてたからこうスムーズにいけたと思うんですけど多分同じことが起こってたんだなっていうふうに思っていてなのでそういうやっぱりそのしさっきのインテグリティとちょっと違うのかもしれないけど人間のその集合としての信頼性みたいなものとかそういうものが結構持続しないとなかなかそういう。 歴史的空間再編にはいかないのかなっていう気がしていて、まあアセンブルっていうのはなんかなんとなくその自分が選んでこう磨き直して組み立てるみたいな意味があると思って自分はまあ忘れ英語的に使っているし、そういうのが特に地方だともう,こう打ち捨てられているものが非常に多いわけですね。歴史的価値があろうがオーセンティシティがあろうが、こう認識されてない部品というか環境が多いので。 それをこう掴んでいくっていうことを誰かがやらないとなかなか組み立てられないのでやっぱりそういうのがもう全ての環境自体が、まあ、漁村であれ歴史都市であれ起きているなと思っていてなのでなんか地域をもうなんか組み立て直すみたいなことを、まあ、ニュアンスとしては言いたいと思って、まあ、こういう言葉を <laughs> 使っていると思います。あのもしかしかたらそのインテテグリティっていう言葉が、 あのこう世界遺産になるかどうかと。 そういういう本当にあのもう遺産であることは間違いないみたいなものに対して扱っているのに対してローカルアセンブルと山の先生がおっしゃっているのはあのまあ遺産とかそういう概念にまず含まれるかどうか分からないと打ち捨てられて誰も目がつけないようなものをじゃあどうやってこれから使っていくのかということを考える時にえ出てきた概念なのかなという気がえ私の方でちょっとしたんですけれども。山名先生はあのこういうい 先生の,あの取り組みとか見られてどういうふうに考えられるでしょうかえっとですねあの一番重要なことは、まあ、最初から何回も言ってますが、えー、っとこの歴史的空間再編もそうなんですけど。えー えっと、その今、我々が生きている我々がどう思うかなんですよね。ですから、えーっとまあ、西洋美術館の方の世界遺産のところで反省はですね、えー、自発的な世界遺産じゃないんですよ。あれは、えー、っとフランスの方から言われてなんとなく大事かなと思うようになって台東区の区長とかに説明したときには最初。 ああ山田さんそうかあれは世界遺産かみたいな感じになっちゃってですねそれであとは、まあ、日本で、えー、っといろいろとそういうような話をしているとやっぱり自分たちが持っているその何を受け継いできて次に何を渡していくのかっていうのがあまり意識化されてないわけですねでそうするとおなんていうかインテグリティとかそういう話をする前にもう壊してしまおうとかあるいはこれ価値がないようなものだよとか。 いうよううよになっちゃわけですよねですから我々専門家があやりすぎちゃいけない、えー、何かしらの仕掛けはしていくけども一番重要なのは当事者であるそのものがあるあるいは建造物なり何なり文化遺産がある周りにあるコミュニティですよねコミュニティがどういうふうに醸成されていくのかっていうことをなんとなく育ててあげる先ほどいい質問だったんですけども、えー、っと専門家が勝手にやってるだけの印象が非常にあると。 でそれはわれわれがいつも自戒しなくちゃいけないことで、やっぱりその建物の周りとか、あるいは地域にいる人たち、リビングしている人たちがまさにヘリテージして、次どういうふうにしていくのかっていうのが重要かなと思いますね。時間、さっき5分前出ましたけど、30分まででよろしいんですか あそうなんですか、じゃあそろそろこの話を一旦まとめにかからないといけないということですね。わ30分そうでですすね、はい、大丈夫です はいわかりました、えーとあのえー、と毎年ですねこの会場で、えー、塚本先生からいつも発言をいただいているんですけども、ちょっとあの今年早めにお聞きしようかなと思っていましてっとあの、えー、と塚本先生はよくオーセンティシティという言葉を使われていて塚本先生がむしろすごく大事にされているのはオーセンティシティ、あるいはその申請性ですかね。ものの 申請性みたいなことをいつもすごく大事に話されているような気がしたんですけれども今日の山野さんのお話はある意味そのオーセンティシティと違うものの重要性みたいなことを話されているかなと思ったんですねで私は、まあ、これ結構,結構面白いなと思ったんですけど例えばあの部分と全体っていう概念がありますけれどもあのオーセンティシティの場合は部分も全体もどっちも取り替えが不可能だと。 いうものに対してあのイ,ンテグインテグリティの方は、えー、部分は取り替えてもいいとだけど全体が保たれてれば、えー、それでいいとかそういうふうになるのかなとあとその、まあ、例えば都市計画の用語だと,、えー、保,存とあ保存と保全ですねあの保存を全部するあるいはその保全をすればいいんだみたいなそういう違いがあるような気がしたんですけれども、えー、塚本先生からそのインテグリティとかあ今日のお三方の話を に対して何かコメントをいいただけけれればと思うんですけれども <laughs> はい、あの今まで私がオーセンティシティって言ってたのは今日全部インテグリティに言い換えるべきだなっていうふうに <laughs> なのでちょっと回収してですねちょっと直してい <laughs> かないといけないなと思いましたあのオーセンティシティっていうのは本当にそに石が昔の石がそのまま使われてるとか。 まあそういうのを本当にあの言うんだっていうのは私も知っていました。だけど例えばあのまあ金沢で言えば町屋みたいなタイポロジーがありますね。でそのタイポロジーがこう繰り返し繰り返しこういろんな人いろんな主体によって作り作られそれから作り直されあるいはまあ20世紀になってもまあ新し21世紀になっても新しい解釈で町屋っていうものをこう作るってことはできるわけだから。 まあそこであのこう残っている町やなるものというものにはオーセンティシティがあると言っていいんじゃないか。これはあのヨーロッパの,その本物の石が残っていないといけないという意味でのオーセンティシティではなくて、むしろ日本では例えば伊勢神宮が 20, 世20年に1回式年戦宮で建て替えられると、じゃああれは本物じゃないのかみたいな議論がまあそれも前からあるんだ 世界遺産の議論の中でもあると思うんですけどあのそういう意味でなんかあのオーセンティシティの,あのをまあスキルとかそれから形式とかそういうところまでこう広げればまあ実際のブツじゃなくても使っていいのかなと思ってオーセンティシティって言ってたんですよだからかっこつきオーセンティシティあるいはオーセンティシティダッシュみたいな感じで使ってたんですけどでも今日の話山田さんの話聞いたらまあ私が言ってたのはインテグリティの話だね実は。 といいううことだなっていうのがよく分かりましたそれであの <laughs> 面白いな皆さんの話聞いててあのあのすごく、えー、とやっぱり共通するのがあのこれ今までねあんまりこう意識してなかったんですけど歴史的空間再編コンペティションの中であんまり意識してこなかったことなんだけども今回の発見は。 やっぱりあのよそ者っていうものをどういうふうにその中で生かすかっていうことがこれが実は歴史的空間再編という問題ではものすごい大事なんだっていうことがはっきりしましたね。というのは山田さんも「ヘリテっていう言葉の語源はつまりこう受け取るというつまりあの問題はその受け取る側なんだとでそれはあの昔に作られた建物 を現代の我々がどう受け取るかつまりそのつられた時代からすれば我々はよそ者なわけですよね。でそのよそ者がそれをどういうふうに価値づけし位置づけてかつあの他の人もよそ者に関わるよそ者になりやすいようなアーカイブを作るとかドキュメントをするかとかっていうそういうことが大事だっていうふうにおっしゃってたけどまあそういう あのよそ者っていうものがの存在がその、まあ、20世紀の,そのリビング・ヘリテージの議論の中でも重要なんだな,な,んだなっていうことが分かったで単なるよそ者じゃなくて関わ,る関,わ関わるよそ者のすそ野をひ広げるためにどういうことをしなきゃいけないかみたいなのが含めての,あのインテグリティ いうところがすごくあの今までのちょっと議論してなかったことだったんで、まあ、非常に新鮮でしたでそれはあの例えば真野さんもねあの移住した人が考える町の良さみたいなのがすごい大事っていうふうに要するに、まあ、高岡の町に住んでる人たちはそれがすごい歴史的な町が丸ごと中心市街地に結構残っ,ちゃ残っていることにあんまりその価値を見出してないみたいなこと。 ましたけどあるいは尾道の場合にもやっぱり住んでる人だけじゃなくてやっぱり良さに気づいて入り込んできた人たちとのまあ何て言うんですか化学反応的なことがあったからこそその、うん、尾道らしさみたいなものをより深めていこうより強めていこうというそういう機運がやっぱりあるんですけど尾道の場合。それはやっぱりあのよそ者のやっぱり視点がない限りはそういうこと起こらないんですよね。 だからそれはまああの,あの大鹿半島の漁師学校のにまあ貝島さんみたいにまあ新宿育ちのですねまあお嬢さんがこう行って <laughs> 漁師とまあ見えるみたいなまあそういうことがない限りですねやっぱりそこのそう完全なよそ者なんですけどでもよそ者だからこそのまあ発見があるということかなとただその時にあの大事なのはそれがやっぱり断片をまあして 断片的に価値を発見するっていう時代じゃなくてネットワーク的なものものともののつながり事物の連環そのネットワークの良さあるいは特徴あるいは価値っていうものをよそ者というものがどういうふうに見出すかっていうところに何かおあの鍵があるなっていうふうに。 思いましたねあの20世紀のリビング・ヘリテージっていう、まあ、世界遺産建築,のせか建築物で世界遺産をやっていく時にやっぱり一つのチャレンジがそこにあってその価値評価の仕方がやっぱりネットワーク型になってますよねそれが世界にどう伝播しそれがそれぞれの地域でどう需要されどのように今まで語り継がれてきたのかとか。 影響を与えてきたのかっていうのはこれはもうその建物だけの価値ではなくそれがそれをハブにしたネットワークの問題それはまさにあの眞野さんがハブとなる場所とネットワークでローカルアセンブルって言ってた話とあの対象は違うんだけどもコンセプトは同じだと思うんですねそういう意味ではでただ一つここで面白いことがあると思うんですよ でそのネットワークを見てそこでの例えば貝島さんの事例で言えば海から山までの、まあ、ある種の生態系人間それから森、はい、それからそこでの水系それから海その中の,あの海の生き物まで含めたあのこう生態系そのネットワークが、まあ、ある種のインテグリティを持っているからこそそのインテグリティにはあまあ 現代の我々を感動させる何かがあるわけだからそれをなんとか持続させようということで漁師学校とか始まるわけですけどでそれはどっちかというとその場場ですよねそのネットワークっていうのはそのもう移動できないえそこから引っ張らせないそこにそこから湧き上がってくるものそこにしかないっていう感じ。 高岡の場合も、それから、尾道の場合も、同じで、やっぱり、場だと思うんですよね。どこかに持ってって、再現したり、量を増やしたりっていうのは、そう簡単にはできない。で、空間っていう概念は、その場と時々、こう、対比されるときには、場と空間というのは、対比的な概念になりうるんですけど、その時には、場っていうのはまあ持ち運びができない、再現できなくて、カウントできない、計量できない。 それに対して空間というのはまあ持ち運びができて再現どこにでも再現できてあの計量可能であるみたいなまあこれがあの人間の生産性が産業革命以降莫大にあの広がってしまった時にどうしても人間が必要とした概念であって空間という概念がなければ産業革命で手にした我々の生産力というものは人間の生産力は あのちゃんと果実をちゃんと成果をあの上げることができなかったぐらいに空間という概念は大事なんですけどもだけどもそのまあ割とその歴史的空間再編とかそれからあのネットワークの生態系的なネットワークの話でいくとどっちかといったらそれはバーの方にあるそれがでも今回のそのえーとコールビジェの場合には空間でも んかそこ,そこになんか今までは場で議論されてきたネットワークの問題をその20世紀の空間の問題でもできるっていうような,なんかすごいそれはすごいちょっと大きな乗り越えのような気がするんですけど。それがなんかやっぱりあの 面白いあの今日のお三方の話聞いてて一番こう面白く浮かび上がってきたところなんですね私にとってそれでそれはだけど逆に何て言うか、あのー、今まで歴史的空間再編って言ってたんだけどさだから空間って使ってたんだけどさ良かったのかなみたいなこうでもその乗り越えをこれからはね 凶暴していあのちょっとえまあちょっと話いろいろあの広がりましたけどもそのネットワークっていうのは今までどっちかというと場の問題だったのがね生態系っていうのも場の問題だったのが今回そのリビング・ヘリテージでコルビジュのものを世界遺産にするときにそのインテグリティという概念をまあ改めてこう あの農業遺産自然遺産の方から導入して,までしてやったところが実は空間っていう概念で展開してきたものの中にもうネットワークの問題をこう持ち込むためにあの必要だったっていうなんか今までのこの対立軸が少しずれる感じが面白いなと思ったんですけどね山名さんちょっとその辺どういうふうにいやあの ずっと十数年悩んできたことを今あの、塚本さんが言ってくれたんで、非常にありがたいというかですね、空間と場というのは、やはり、えーっと、なんていうのかな、日本は非常に場の意識が強いですよね。で、えー、ヨーロッパ人は西洋人は空間の意識が強いですよね。でとはいえ、とはいえですよ。 えー、彼らが世界遺産の議論をしている時は空間と場が一体となっているわけです。で我々は空間っていうものはこう移動してきたりするんではないかみたいな意識が非常に強いところがあるんですよね。それはどういうことかっていうと,その、えー、と例えばですねネットワークの話をしたときに彼らが理解しているネットワーク文化遺産としてのネットワークの話は国境を越えたりあるいは 物理的に大陸を越えたりするようななことはないんです街、えー、道沿いの空間における場みたいなそういう概念なんですよね。で僕なんかは、えー、と西洋的思考と日本的な思考が両方混じっているのでそれを相対化して見ることができたので全体の議論を整理することができたんですがその例えばね、えー、とこの金沢っていう土地が昔は東京から遠かったんです。 今日非常にかかえっと初めて北陸新幹線で長野以降来たんですが、えー、その新幹線空間がそのまま金沢にどんとつくわけですよねで、それはね、ある種これから金沢の人たちが気をつけなくちゃいけないことだと思っていて、えー、非常になんていうのかな、その金沢っていう土地自体が空間化してくる可能性ありますよね、要するにトランスポータブルっていうか、移動可能な概念だけがどんと他のところに行っちゃう。 それは、えー、と観光というのがまさにそれであって観光地どどんどんしてくると思いますこれから、えーとまあ、新幹線に乗ってくるということだけじゃなくてある種の,そのネットワーク的なものが、えー、金沢が持っているいろんな資産が、えー、分かりやすくカタログがされてそれだけを理解して金沢を分かったみたいなね、えー、それで歴史も全部理解しちゃったみたいなことなんですけど。 先ほど他者という話がありましたけども他者という存在は非常に文化遺産の考え方の中で重要だと思うんですだけど同時にです、ね、その他者というのが完全なる他者になってはいけないということですねでその真野さんが先ほど言われたような、えー、と反移住というか移住してきた人とか外から見えるような人もいた他者だったらいいんですけどやっぱりコミュニティっというのは中にいないといけない。 で貝、えー、島さんとか皆さんアーケードが活動されてたところで私が最初に疑問を持ったのはその他者性でどこまで中のそのコミュニティに入っていけるのかなっていうところが非常に疑問だったんですね。ですからその他者性をですねずっと他者のままでいるとそのコミュニティは存続しないと思うんです。でですからら、えー、まあいいろいろとやられてる方の中でその中そ 自自分自身がいいかなくてもいいですよ誰かその他者性の人たちを育てていくようなことをやらないとおそれがコミュニティの持続性っていうのがなかなか難しいかなという気はしてますアーケードの場合ねあとまあその萱島さん今日プレゼンの中ではやっぱりあのマップを作るとかその聞き書きをそのままこう、えー、絵に して表現していくとかあの部分がやっぱりただの他者じゃなく少しなくなっていく過程なんですよね。私もあのアーケードを体験したんですけどあれが要するにもうそういう絵を持っていくとうわーってみんな集まってきてこう話しし始めるんですよね。でそ,れでそれだけで感謝されたりしてあ図面を描けるってすごいああやっぱり役に立つんだなっていうのを改めてこう。 感じるんですけど、川島さん、その辺の、こう、やっぱり書くっていうこと。と、今の、その他者性の問題。よそ者が書くっていう。よそ者が書くっていうのがやっぱり川島さんがやってることだね。よそ者。まあ。まあ、だから、なんかね、あの、ちょっと、あ、福島大の、あの、阿部先生が。あの、インサイダー、あ、サイダーって言ってたのかな。まあ、あの、という表現をされていて。 それであのそれはあのこの2年前くらいかの,あの山水復興閣っていうのをちょっと企画したコ,あのコンファレンスを東北大でやったんですけどその時にあの提示してくださってであの復興のいろんな事業の中でも例えばフィッシャーマンジャパンっていう、まあ、今一緒に何ていうか あの漁業の担い手支援っていうのはもう今なんか漁業コンサルまでやるようになってなぜか,か私やってるんですけれどもあの担い手支援みたいなのをやるのもまあ彼やっぱり外ヤフーのチームが来てまあちょっとこういろいろ始めたのがきっかけででも今彼らなんかもほとんど移住したりどんどんそこに新しい人が住んでまあ先ほどあの真野さんもおっしゃってましたけどあのやっぱり。 あの移住してそこでこう定着してまあそれこそ漁師さんなんかも新しく帰ってきてやっぱり子供を産んで家庭を持って一人前みたいなところもちょっとあってだけどやっぱりこう人が育って,て育っていくっていうところにこうまでこう何て言うかな飛び込むまでにやっぱりすごいハードルがあるんですよね。それで,でやっぱりまあその私がその まあ聞き書きとかそういうことをまあ何かやっぱり定着させることにすごく関心があってまあそれこそメイドイン東京もまあ出だしあの東京の面白さってなんか全然みんな分かってないしなんかそれ面白く書けないかなというかところからあのメイドイン東京のドローイングとかをもともと映画が好きだったりそういうのをどうやって表現できるかっていうのはものすごい関心が高いのでまあそれでこう生んできたことなんですけれども。やっぱりこう なんかその書いて、まあ、それはあの今度まあベニスでもそのあの民族あの建築民俗誌っていうことでまあやるんですがその建築的なあるいは空間的な あそういうことをあのやっぱりまあ建築家はできるんじゃないかなと思ったり、まあ、それも一つの役割なんじゃないかなとでそれはもちろんグラフィックとして図面で残す先ほどルコルビジェがまあプロトタイプをグラフィックで残してそれがまあ歴史になったっていうか、まあ、それが記録の,書きあの一つの役つの あのテーマになったっていうのを見てあやっぱこれ美ンもまあそういうことをすごく強く意識を持ってた人だし、まあ、本を作ったりすることも意思を持ってたし、まあ、私自身もやっぱりこう記録して自分たちが感じてることをどうやってまあ残すかっていうことにやっぱり非常に。 ああるるる種の役割を感じている部分があるんですた、ね、だがなんかやっぱりそこがあの建築家だと図面を残して終わりってなるとやっぱりそこにはその図面を読み解ける人とかっていうのがどうしても入ってくる中で、まあ、やっぱりこうそれをどうやって分かりやすく一般の方に伝えるんだけどでもなんか単に面白おかしくとかじゃまずくてなんかどういかにこう深い部分までちゃんとこう伝えられるかっていうところがすごくなんかまあ自分でもいつも 悩んでいてそれで例えば何かあのこれもちょっとまだテストケースであの書いたんですけどとにかくあのその何年も実はみんなが自然と思っていることもどんどんこう変わってきてるんだよっていうさっきの断面図で示したことをちょっと絵柄にしてみたんですけれどやっぱりあの若い人たちにもよく何かこう。 なんていうか目の前にある風景だけが実は正しいんじゃなくてもうちょっと遡ったことを想像できるとか前の時代を遡れるとかそういう想像力があるっていうだけで実はこのことだけ対象にすればいいんじゃなくてもうちょっと違う何て言うのかなことまで含めなきゃいけないっていうことが分かってきてでやっぱりそのなんかその自分が想像した世界をちゃんと描けるっていうか記録にできるっていうのが。 すごくやっぱり力になるし、まあ、それをみんなに見てもらってこれもなんか書いて、あのそういうこそ、区長さんにこれちょっと間違ってるところがあればちょっと教えてほしいんですけどみたいなのをやるんですけれど、まあ、そういうのを補正しながら実際本当に合ってるか合ってないかみたいなことをやっぱり正確に正してもらうためにも結構、こういうい絵を描くっていうのはすごく方法になるかなというふうふには思っています。 漁村集落というのはも,ものすごい閉じたメンバーシップがあって、まあ、特にもう桃の浦なんて5世帯しか残ってないからも,そう、うん、もうすごいあの17人ぐらいぐらいしかいないんですよ。もうなんである意味そこまでその小さいとねあの閉じたあのメンバーシップのコミュニティによそ者がこうノックするのも。 あえずこう見えず見ているからいい感じだあのまあ多分逆にちょっとあの信頼関係作りやすいところもあると思うんですけどあのもうちょっと広がっちゃうとね例えば高岡なんか本当にこうちょっと暴漠としちゃっているようなところでの,そのメンバーシップの捉え方とかそこにどうやってそのまあ地元の人とよそ者と。 中途半端なあのす,ごいすごい今までの,その社会がも問題にしてきたのとは違うような農村の閉じたメンバーシップでもないし完全にあのアノニマスな開ききったメンバーシップでもないしなんかすごい中途半端な半開きのやつを作んなきゃいけないじゃないですか考えなきゃいけない。それを多分真野さんといううのはすごいうまく やれる人なんだよね自然体で意外にそれ自然体でやる人少なくてそれどの辺にコツがあるんですかねというどの辺そういう議論っていうのはあれですかよくどんな感じでされてるんですかねとですねあの高岡もあのさっきお見せしたのは山頂水って一番その歴史的なあの 長くて価値も高く認識されてたりしているところでそこには全くあの僕関心なくて最初はなかったしこうもっとその周りにあるこう中途半端に歴史はあるけど認識されてないっていうところのこう100世帯ぐらいのなんか町と一緒になんか空き家を対策したりとかそういうのを延々こうやってたりあと個別にその人とつながれる やっぱり今 NPO 的なものとかそういう活動している人いっぱいいるんですよねだからそういうところから行ってそういう点でこの家を何とかしたいと思う人がいたらそこに入っていくっていうのでそうするとその漁村のようなこう5人に認められないと動けないっていうことは起きないんですよだけどそれは逆に怖いことでもあって例えば100世帯のコミュニティにまあオーソライズされてこう関わる相手になればそんな摩擦は起きないわけですよね だけどそういう,こうピンポイントでいっちゃうと後でこうで、ね、知らない周りの人からこう何を言われてるか分かんないしいろんなこう、ね、できてから摩擦が起きるみたいなことが起きていて、まあ、そういうことをよく食らってはいるんですね。なのでそんなにスムーズにいけてるわけではないし、まあ、まあねタフさがあるとか、ね、そういう,こう免疫がついてるとかだけかもしれないし、まあ、楽天的なだけかもしれないのででもそういうその。 あともう一個はそういう,こう全く外か中かっていうだけじゃなくて近年やっぱりそういう,こうまあ滞在だったりそういうねゲストハウスじゃないですけどそういうのがあったりもうちょっとその全くずっと住んでる人かこう全くのよそ者かじゃないこうグラデーションがいろんな形でこうその町で取れるようなことが起きてると思うんですよ農村ですら。そういういののが可能性あるのかなと だそういう空間をもっと作っていくというか、まあ、場所も含めてやっぱりやるのが、まあ、建築家の新しい役割かもしれないし、まあ、そういうのはこれまでもやってきたと思うんですよ。そんなに都市って閉じられたものじゃなくてもっと流動的なもので成り立っていたのでそれを急になんかね20 21世紀になって20世紀的な結果その閉じた中心みたいなものになってこう死んじゃうっていうのはちょっと。 なんかよくないなと思ってるので、まあ、逆転させたいなと思ってるんですけどやっぱそういう,こうピンポイントでいくからこその怖さっていうのはやっぱあるのでちょっとそろそろですね、えー、と質疑の方に移っていかないといけないと。 思うんですけれども、あの今、天野先生からあのよそ者のこうグラデーションみたいな話が出ましたが、まさにその単なるこうよそ者じゃなくって、えー、半分。やっぱり中に入るだけど、半分やっぱりそれを外から見てる。自分がいるみたいな。そういうそのまあえーよそ者どっていうんですかね。あるいはその反よそ者みたいな。そういう概念がすごく重要なのかなという気がしました。その意味でその移住するっていうのは外からその街に入るけど、やっぱり街の中に入ってもこう。もう一回、それを自分で見てるっていう。あの文化人類学であの産業観察って。 に入って観察するって言葉がありますけども、単にこう入って見るだけじゃなくて、それをもう一回こう外から見るで、それがなんか、もしかしたらですけども、先ほど塚本先生からありました、あごめんなさい、山野先生からですかね、あの空間と場所の両方をなんか同時に見るような、そういう視点が必要だっていう話と、ちょっとつながるような感じが私の方ではしました。あとあ、塚本先生にちょっとオーセンティシティとあのインテグリティの話をあの先ほどいただいたんですけども、もしかしたらあの塚本先生があの以前からおっしゃっていた、あのオーセンティシティ ってセンティシテいうのはそのあの目に見えるもののオーセンティシティじゃなくて形式のオーセンティシティみたいな要するにそのかそうですよ、ね、ネットワークとかそういうもののオーセンティシティのことをあのおっしゃっていてそれはイコールもしかしかたらインテグリティみたいなものなのかなとあのコリビジェンの無限成長美術館も要するにその形が変わるけどそのコンセプトは最初から統一されているというかそういうことなわけですよね。はいでえー、と 時間がそろそろになりましたので、えー、ちょ会場からの質問を受け付けたいと思います。えー、っと会場の方からいかがでしょうか。あ、じゃあお願いします。えっと金沢工業大学3年の高橋です。い、え、る、ー。 今回のトークセッションすごごいいい楽しし話やりがございました、えっと、先ほどその塚本さんからの話でもありましたんですけどその場にしかないそのネットワークみたいな話のことでその去年の話あのレキコンでもそのよく学生がカフェやギャラリーをよく入れてそこにコミュニティを作るみたいなあの提案が多いみたいなことででもなんかそのさっきのネットワークの話を聞いた時にその場の形成としてそのなんかそのカフェとかギャラリーとか入れるんじゃなくその。 自分たち学生がこれから設計していく身としてその場の形成プラスその場におけるそのネットワークの関われるものを考えていくためにはどうしたらよいでしょうかその学生には難しい段階の話なのでしょうかちょっとそこのネットワークを考えていくためにはってことですねい、ね、なんか設計していく 段階で、そのネットワークをかかれる、関われるようなものを自分たちが考えることができるのか。って言いますか、その、かわ、考えるにはどうすればいいのか。みたいな、ちょっと難しいことかもしれないんですけど。どの先生の質問でしょうか。あ、えっと、いや、そうです、あと皆さんが考えられているようなことを。れれはい、じゃあ、あの、もし。答えられる方から。えっと、今の、高橋さんでしたっけ。はい、お質問で。自分が、その。 街に今後も関わりたい立場で設計するのかそれともそうじゃないところで設計者として設計するのかっていうので多分態度も違ってくるしその場の作り方も違ってくるんじゃないかなっていう気がするのでちょっと課題上の設定だとねどっちでも設定できるしどっちも嘘だみたいな話になっちゃうかもしれないので今どうしたらいいっていうのはないんだけどもし今どこかの街で。 すごい関わりりたたかったり自分がその、まあ、育った町でも、ね、今住んでる町でもいいけど何かやりたいっていう時の多分カフェの提案の仕方っていうものはもうちょっと違うチームの作り方にせよ違ったもののになるのかなるかいう気がしますだけどどっちじゃないとできないとかどっちが駄目だっていうのはないので自分がどういう視点でその場所に向き合うかで決まるんじゃないかなと思ってて。 ちょっと3年生ぐらいじゃそんな回答できないかもしれないんですけど私はそそう思いますあの,その課題がすごい短い期間だったらちょっと自分の経験から多分やるのが一番いいと思うんですけどすごく長い時間があればやっぱりまあそこにいる人とかあとその場所に。 あるものとかあと例えば最近だと食とかカフェだったらなんか出すものとかそういうのの中にこう作る過程とかねなんかあのいろいろこうそこに生産者が関わったりあるいは技術が例えばコーヒーだったらおいしいコーヒーをどこでどういうふうに習って入れるかとかっていうのが例えばインドネシアの,、ね、あのカフェなんかでそういうのをこう教育プログラムでカフェをどんどん増やそうみたいなそういうプログラムをやってるところもあるしなんかまあ多分。 そういろいろ調べていくと、ね、世界中というか今カフェもいろいろ進化しているのでそうい,う,そのかそう,いう,こう調査みたいな文献調査というかそういうのをやるのもいいと思うしあとはまあ自分でその地域に例えば開くカフェだったらどんな食べ物とかどんな人がいるかというのをちゃんと調査して入れ込むと面白いカフェができると思います。あのえっ、ー、と 皆さん大学の先生だなっていう感じがして聞いてたんですけどカフェを設計する時にカフェ設計しちゃだめだと思うんですよあのー、やっぱりカフェのオーナーになるっていうか、えー、僕はこういうカフェを開店したいっていうところで作っていかないとやっぱり何て言うのかな提案にならないと思いますねでこれ設計やるとき全部そうかもしれないんだけども借り物じゃだめだと思うよねこういうのがカフェでしょうみたいな と,とにもかくにもそのカフェを作るっていう発想がよくないんじゃない <laughs> 要は僕の質問が悪かったんですけどあのカ,フェをカフェでどうすればいいかとかっていう話よりもあ、まあ、そ,うそういうなんかその的なものでネットワークが関われるその空,空,間空間というよりもなんか設計をどうすればいいかみたいな。カフェでどうすればいいか っていう話じゃっかかえだからすみませんそういうだからカフェとかじゃなくて、はい、それがたまたま誰かに他社が見たらカフェに見えちゃったみたいなねそういう発想の上、ね、っと最近ねあのいくつかやってるスタジオでやってる授業があって、まあ、それはなんかアクターネットワークから。 あのその地域のまあ建築をを考えるっていうプログラムを作ってるんですよ。でそのアクターネットワークっていうのはさっきのブルーノ・ラトゥールがまあ言っているまあその彼の定義の中ではそのあるこう実験でこう得られた科学的なことがどういう背景からできてるかっていうのをまあ物や人のネットワークから見るっていうあとスキルねでねネットから見るっていうのをまあ言っててそれをモデルにしてるんだけれどもまあ今回 今回はその別に建築だと必ずしも実験じゃないので、もうちょっと違うかもしれないんだけれども、それを逆読みしてなんか。例えばこういう資源とこういうものと、こういう人が合わさったら、こういう建築ができないかみたいなことを、その地域資源をまあいくつかテーマにやったりしてます。だから、例えば何か東北大学とか。まあ、今あのスイスの子たちもこの金沢で今せき、の設計をやらせてもらっているんだけれども。あの？ なんかその時は例えば地域の例えば金沢だとなんかこうお茶とかお菓子とかいろんなこう文化があってそのそばにあの実は病院がある地域があってでそこで例えばマギーズセンターっていうあのまあ何て言うかな。 がんを発病してそれを治療をずっとしていく中で病院ではこうかのかい、まあ、なかなかその心を癒したり気持ちをこんな、まあ、なんか癒したりってことはなかなか難しいのでそういう施設を特別にやってるようなセンターがあって、まあ、それをお茶とかそのお菓子とかを一緒に作ったり食べたりしながらやろうみたいなのを一人の学生が町屋として設計したりしてるんですね。だかからなんか、まあ、あの その,れの地まあ、その最後のマギーセンターというプログラムはもしかしたら新しく持ってくるようなものかもしれないけどでもその地域にあるいろいろなものをこう、まあ、まとめてで、まあ、少し建築的な提案町屋、まあ、だったら町屋とかそういうなんかプログラムだったらプログラムとか新しいプログラムを持ってきてみるだからそれはまあ外部的な視点が入ると思うんだけどそこに少しこう創造性が加わるようなやり方はなんか最近いくつかのスタジオで試しています試してみてはいかがでしょうか <laughs>。 よろしいでしょうか。はい。じゃあ,あの他に質問がある方あじゃあお願いします。あの金沢工業大学修士1年の山崎と申します。興味深いトークセッションありがとうございました。あの僕はよそ者というキーワードにすごい興味が湧いてでその海島先生が 漁師町によそ者として入ってで気,、ま、気難しいであろう漁師をなんか手なずけて引き連れてなんかすごい多分貝島先生のなんかパワーみたいなものがそうさせたのかなと僕は少し思っててで僕は卒業研究の時に漁師町に入ってまあなんかいいよそ者になりたいなと思って行ったんですけどその漁師と友達になることぐらいしかできなくて。 その街が僕にとっては大きすぎてまあ,あんまり変えれなかった,なかったしなんか、紙面としてプレゼンテーションすることでしか抵抗できなかったのかなって思ったんですけどなんか、学生でもなんていうんですかね、なんかチャレンジできるというかそういった意見をお聞きしたいですあの、まあ、学生はいるだけで漁師さんたちは喜んでると思いますよ。 まあ、あの私たちもなんか、とにかくなんていうかな町づくり、ね、あのいろいろやる中でとにかく高齢者ばっかりの町にとにかく学生が行くだけでも,もうみんな住民の方はすご喜んでるんですよ、まず第一に。だからあのみんながいるだけでまず喜んでるからそのことについてはあの安心した方がいいと思うんだけれど。それであとはなんか 結局あの最後なんだろう私なんかがそのやっぱりその地域にずっと入り続けてるのはなんかあの義務でも何でもなく結構本当に楽しい楽しいっていうか大変なことも多いんですけれどすごくこうやっぱりそこに学びがあるというかなるほどねって毎回漁師さんにこうすごいなんかこう大変なことが起きたとか言って連絡をもらうとかあのそういう中でやっぱり。 なるほどねあそこ私足りてなかったんだなって思うこともあるし。 あとやっぱりなんていうかそれでもこう諦めないでとにかくあすいませんってってとにかく謝りに行ったりとかで謝る中ででも大体みんなまあ次だったらねこういうことした方がいいんだよとか大体アドバイスをもらえるんであそうですねって思いながらそれをこう改善するという,こうなんかそのループをずっと続けているとこういうことになんとなくなってくるのでだからあのまあもしその地域に本当になんか興味を持ってもうちょっと自分でやりたいということであればまあ長く通うとか。 山名さんも15年間っておっしゃってましたけど、まあ、私もまだまだあのその石巻に飼い始めて6年目7年目ですけどでも例えば長くやってるプロジェクトも10年以上やってるのもあるしでもやっぱりなんか長くやってやっぱり暮らしになんていうかなさっきアウトサイダーでありながらやっぱり間野先生もこうずっと長くやってるっていうもので変わってくることって本当にあるんですよ。だだから例えば町づくりだと、まあ、3年目 3年目が1つのケーキ <laughs> まず1年目でケーキが来て3年目だとちょっとなんかあのなんていうかなまあ停滞期っていうんですかねちょっと一瞬なんか本当に俺たちこれでいいのかなみたいにみんな一回なって停滞期で一回波乱を迎えるんですでその後まあでもちょっと、まあ、まあまあまあとか言いながらやってるとなんかだん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 なってきてでこうだん,だん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 それが定着してきてっていうふうになるので。 まあ、やっぱり時間が解決することっていうのもあるので、もし、君が本当に興味があれば。まあ、まあ、毎日行く必要はないと思いますけど、たまに顔を出していろいろ話を聞い、ていくっていうことも十分。あの、まだまだできることだと思います。夫婦みたいですね。そ,の関係ね <laughs> そう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 。うね、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 じゃあちょっと時間的にあと一方ぐらいかと思いますけれども、えー、質問ある方いらっしゃいましたらお願いします。あ、じゃあ後ろの方。熊本大学から来ました福島と言います。えー、っと、えー、今熊本の湯島っていう離島で空き家を解収するっていうプロジェクトをしているんですけれども、まあ今の話のように長くこうわっていくっていうのはまあ研究室ではやって いるんですけれども学生は2年だったり3年だったりっていうので、まあ、卒業をするんですけどそういった時の関わり方っていうものはどうしたらいいのかなというふうに思うんですけれども <laughs> えっとうちの学生も同じくですね大体例えば尾道も10年付き合ってとか石巻も6年目でとかってやっぱり2年3年すれば長くたって 卒業しちゃいますよね皆さん。でゼネコン行ったり、ねデベロッパー行ったり、設計事務所行ったりってしてて、でもそれはじゃあそのその時いた2年間ってじゃあ嘘だったのかっていうとそんなことはないわけですね。やっぱりそこで学んだことっていうのをやっぱ相対化したり自分の資源にして次のキャリアっていうのにしてるから別にその地域との関わり方っていうのは。 そこにその偽りもなければその2年間でやっぱどうその地域と向き合って学ぶかっていうだけであってそれはそのどこの場所で離島だからとかまあね古い町だからとかっていうのはあんま関係ないというかその学びの態度というかそこでできるそのなんかかけがえのないものをどう得るかっていうことにあの力を注げばいいだけじゃないかなというふうに思います。そそれででもやっぱり自分はその地域で その後の人生かけたいっていう人がまあたまに現れるんですようちの学生もそうするとやっぱ移住したりそこで家庭作っちゃったりするわけですよでもそれは別にそっちが良くてそのね2年でこう行っちゃった人が悪いわけじゃないのでそれは自分の態度としてどういう進路を取るかっていうのを決めればいいだけでだからちょっと離島の場合だとそのハードルっていうのはすごい高いかもしれないし。 金沢ぐらいだったら程よく町に残れる確率は高いのかもしれないんですけどそれはその向き合い方自分で考えてやっぱり今の今やっているところをやっぱり良くする学んでいくっていうのでいいと思いますけどねはいあんまり悩む必要はないと思うし他の場所だったらもっとうまくいくのにっていうのもまあ全くないわけじゃないけどそんなにそのやっぱり今いるとこでやった方が 多分ねそれそれも何,何かのやっぱりチャンスなわけなので、はい、と思います,よろ,いますよろしいでしょうかはいそしたらもうそろそろ時間ですかね。え すでに終了の時刻を過ぎていますので、えー、そろそろあのこのトークセッションを終了したいと思いますあの今日はです、ねえー、20世紀のリビングヘリテージという、まあ、あのタイトルテーマのもと、えー、実に幅広い、えー、議論を展開できましたそれからあの先ほどです、ね、ちょっとあの山名先生の方からあの観光の話も出まして観光は気をつけないといけないよみたいな話もありましたが実はあの去年、えー、にあの観光の話は去年テーマでやっていましてあの日常の観光家ということで まあその気をつけるなければいけないことに対してどうしたらいいかということを話もしていましたのである意味その、まあ、去年の議論と今年の議論とつながるところも接点も見えたんじゃないかなと思いますあの今日はです、ねまあ、遺産とは何かという大きな話から始まってャに、まあ、学生がどうやって入ったらいいのかというかなり実践的な具体的な話まで本当に幅広いお話を聞かせていただくことができました山名先生、海島先生、真野先生それからコメントをいただいた塚本先生 えー、皆さんどうもありがとうございましたやっぱり終了したいと思います先生方熱い議論をありがとうございました以上をもちましてトークセッションを終了させていただきます先生方が退場されますので拍手でお送りください 本当にありがとうございました。 公開審査並びにファイナルプレゼンが行われます皆様には明日のご来場もここよりお待ちしておりますお帰りの際は特別協賛である総合資格学院様より書籍のプレゼントをいたしますのでアンケートのご記入がまだのまだお済みでない方は総合資格学院のブースまでお越しください受付にてパンフレットも配布します 本日はお越しいただきありがとうございました。